十和田湖のですね、宇多るべキャンプ場っていうね、ところで一泊しました。すごい、また霧が出てね、幻想的。朝は真っ白だったんですけど、それはそれですごい良かった。こんなにね、ロケーションいいキャンプ場は、ちょっと私の中でもなかなか少ないですよ。もう、トップ10、いや、トップ5に入るぐらいにいいですね。いやー、素晴らしかった。しかもね、安い。625円。すごい安い。撤収終わりまして9時半出発します。さあ今日も一日頑張るぞい。展望台にね来ました。おおすげえ、雲海だ。いやすごい雲海ですよ、雲海。いやーマジか、すげえでついてる。わあ晴れた、すごい。曇りの予報だったのに晴れたよ。うわー最高。風はちょっと今この段階だと肌寒いですけど、水が綺麗、すごい綺麗。これ魚じゃん、全部見えてんの。もうここに泊まって奥入瀬渓流を眺めると、こうやってねすぐに遊歩道にアクセスできるわけですね。奥入瀬渓流が流れてる、うん、よし見たみたいなね。これねじっくり見たいと思ってるとキリがないんですよね。いやでも綺麗だね、やっぱり言われるだけのことはあるわ。このね白波が立ってるところとか、この木がね、の青さのコントラストがねすごい綺麗。おお、こういう感じですよ。わお、いいね。いや実に素晴らしい。いやー奥入瀬渓流綺麗だねやっぱり。で水の流れる音もうねこう静かにねずっと聞いてたくなる感じですね。なんかもうさっとね通り過ぎちゃうのがもったいないところですね。ほんとずっと川に沿ってね散策したいぐらいの場所ですけれども、しかし私は行く。あここだ、ここだ。おーおお、私がキャンプしたのがあそこの半島みたいになっているところの左側の湾みたいになっている部分なんで、見てたのって本当にこっち側だけなんですね。なかなかねこう全体が見るところってないんですけど、ここがそうですね、まさに全体が見える展望台。山々も稜線が重なって見えて綺麗ですね。いや最高だ、最高だよ。雲海は見れるわ、晴れた、こんな晴れた絶景でね、見通しがいい十和田湖をバッチリ見れて、いやー贅沢だね。十和田奥入瀬エリアを出ます。八甲田山に来たって。ここからですね、八甲田温泉っていうところに入っていくのかな。ダートと分かってあえていく、来ました。ダート、フラットダートです。いや予想以上にね水たまりが多くて、これ足がドロドロになってきましたね。なんか膝の方まで少しね浸水してきたかもしれないっていうぐらいに、ちょっとこうなんかじっとりしてるんですよね膝のあたりが。さあ国道4号線ですね。いやー青森まで来てまた4号線に戻るっていうね、なんとも面白いですね。下北道というところに入ります。野辺地ハーフ IC っていうのがあるの、なんだそれ、ハーフの人しか通れない IC。 このね下北半島っていうのがね長くてね単調なんですよ、途中がね。道もまっすぐだからね、ついスピードを出してしまってですね、そしてしめしめということでね、待ち構えていたおまわりさんに捕まるらしいんですよね。私もね前来た時スピードを気をつけなきゃってビクビクしてましたね。まあ普段から気をつけてるんですけどね。あ
淡々と走る下北、気をつけて。思わず一句読んでしまった。ここは横浜なんですね。菜の花プラザ。空いてるけどやってる？昼ご飯食べるよ。おー、すごい。いいね、いい景色だ。わーおー、津軽半島ですね。ちょっとこう。すっげえ閑散としてる。さあ、荒々しい、荒々しい海が現れましたよ。本州最北端大間崎というですね、看板を見て右に曲がるという。いやー、最北端っていうのはね、なんかいいですね。何なんでしょう、ライダーはね、端っこが好きだと言われてますね。最北端、最東端、最南端、最西端。でもその中でもね、最北端はね、特別ですね。なんだろう、なぜだろう。こうなんか最果てまで来たみたいな気分になれるんだよね。あ、懐かしいね。ここだね、大間崎だね。着いたね、大間崎。テントサイト、ここですね。お食事どころやってんじゃん。マグロ丼2500円。混んでるね。しかも大間温泉というところに行ってみようと思います。ファミリーマート佐藤っていう紛らわしいスーパーじゃんこれ。はい、お風呂に入ってですね、サウナも入って、ミックスフライ定食1000円いただきました。大間町海流保養センター、いいね、よかった。お湯も良かったし、サウナも良かったし、そしてミックスフライ定食もね、美味しかったですね。特にね、アジフライが美味しかったね。あのファミリーマート佐藤、入り口のところに、ね、お札を舐めないでくださいって書いてあった。それが面白かったですね。ということで今日はこれで、あとは歯磨いて寝ます。どうもありがとうございました。また明日。Thank you.